理やりな感じは否めないんですけど、まあ、とりあえずなんとかなりました。じゃあとりあえず組み直していきましょうかね。とりあえず動作確認します。さてくるかな。お、ついた。いけたかな。お、これはまさかの。使える。ちょっとこの構成だと何もできないんで、ちょっとこれダメだな。一回消そうか。ちょっと空気が混ざったような音がしますね。動いたわ、かっこいい。よし、いやよかった。なんとかパーツを買わないで済みそうです。今回はこちらの GForce GTX980Ti を修理していきましたが、いかがでしたでしょうか。ダイオードコンデンサが取れてしまっていて、ジャンクでだいたい2万円弱でした。最初はこのパーツが、まあ、どこ探してもなくてダメなんじゃないかなと思ってたんですけど、無理やりハンダでくっつけたらなんとか動きました。まだベンチマークとかは動かしてないんで、実際に使えるかどうかは、まあ、これから分かることだと思うんですけども、ひとまず動くようになったので今回はこれでよしとします。いや見た目もかっこいいんで買ってよかったです。今回の動画面白かったり少しでも参考になったら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ではまた。